はいどうもポッカメです。今日は公園にやってきました。いい天気、ここでバッタ取りたいなと思います。バッタのシーズンなんでね。早速巨大な少量バッタ発見。間違いなくメスですね。でかすぎる。チキチキチキって音出して飛ぶオスとは違って、なんとなく鈍い感じがしますね。いやー立派に育った。オンブバッタのカップルがいました。オンブバッタは交尾するとき以外もなぜかメスがオスをおんぶしてます。仲良しで可愛い。色が若干違うね。イボバッタがいますね。胸部がイボイボしてます。これも街中のちっちゃい公園なんかでよく見られる身近なバッタですね。珍しく緑色がいないバッタ。お、マダラバッタの緑色型がいる。この辺りだと緑色型は若干珍しいです。以前は褐色型を紹介しましたね。これもよく見るおなじみのバッタですね。ん、なんだあれ。マダラバッタの幼虫のようですが、なんか赤っぽくない？近くに成虫もいました。この子もやっぱり赤い。頭と足が赤っぽくなってますよね。これも同じマダラバッタです。バッタといえば多くの種類で緑色型と褐色型が見られますが、ごくまれにこういう赤っぽいというかピンク色のものも現れます。種類によってはかなり珍しいみたいで、たまにニュースになります。ここには幼虫も含め結構いたんで、マダラバッタに関してはあまり珍しくないのかな。もっと真っピンクになる種類もいるんですけど、マダラバッタはこのように一部分だけがピンク色になることが多いみたいです。よく酔っ払いみたいとか言われますね。いや不思議ですね。皆さんもピンク色のバッタぜひ探してみてください。今回はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。